さあ、オリックスですけれども、今回の内容はですね、西野選手の優しさというテーマでお話をさせていただきます。まあ2023年今年ですね、シーズン最終戦日本シリーズ第7戦でまあ今年終わったわけですけれども、まあそこでね、先発をした宮城投手が、試合終わりにまあ非常にこう悔しさから出る涙を流していたんですけれども、そこにはですね、ベテランの西野さんの優しさが非常に関係をしていたというところで、まあ、改めてですね、この記事フルカウントからの出展でございまして、ぜひ皆さんもフルカウントの記事見ていただければと思います。こと細かく素晴らしい内容で書かれておりますので、改めてオリックスって素晴らしいチームだなっていうところがね、わかる、そんな内容になってますんでね。そこで、まあ、西野さんの今年の成績、あるいは3連覇間の成績とかですね、宮城選手へどういう言葉をかけたのか、一部分にはなるんですがね、非常にいいなと思った部分、ちょっと割愛をしてお話しできればなというふうに思ってます。で、まずですね、西野さんが、7戦終了後に、まあ、ファンにね、こう、まあ、西野さんだけじゃないですけど、オリックス内全員こう挨拶をしている中で、まあ、たまたまね、ベンチに帰るときに、パッと目を向けるとですね、前に宮城選手が、まあ、歩いていたのを見つけたそうなんですよね。ただやっぱその背中がですね、背番号13ですけども、いつもはね、ちょっと先輩にこう、いじられながら、まあ、ちょっとこう、可愛がられながら、じゃらってる姿がですね、やっぱこう、先発投手敗戦というところもあってですね、非常に、その背中がこう、しょぼんとなっていてですね、非常にこう、寂しさを、感じたそうですね。丸まってて小さくなってたというところで、まあ、ずっとね、こう、我慢をしていたんじゃないかっていうところで、悔しさっていうところをこらえて、必死に、まあ、こう、平常心でね、保っていたんじゃないかっていうところで、思わず、西野さんが手を、もう差し伸べてしまったそうですね。で、もう一言ね、お前のせいじゃないと、来年やり返そうなっていう言葉を向けてですね、まあいろんなこう、思いを背負っての投球だったんじゃないかなっていうところで、相当やっぱ悔しかったんじゃないですかっていうところでね、やっぱオリックス、勝てば日本一連覇、負ければ、連覇ならずという本当に大い勝負だったわけですし、その前ね、吉野部が1戦目で打たれてしまって、2戦目で自分は好投して、で、6戦目で吉野部がむちゃくちゃ好投したんで、じゃあやっぱね、2戦目続けというところで、それまでは一番先発として試合を作ったのが宮城投手だったんでね、並々ならぬ思いで、マウンドに上がったんじゃないかなっていうところで、そういったものがもう後ろからすごく伝わってきたそうですよね。で、西野さんは別に宮城投手にそこから多くを語ることはなく、本当に一言だけ言ったそうだったんですよね。で、ずっとずっと下を向いていて、まああんまりね、周りもあんまりこう声をかけないっていうような状態だったので、それもなんかなっていうふうに、違うなっていうふうに思って、声をかけたそうなんですけど、素晴らしい、ベテランぶりということで、33歳宮城投手は、まあ、22歳ということで、まあ一回りぐらいですね、年齢としては違うんですけれども、まあ、それでもね、やっぱ素晴らしい、先輩というか、まあ、ベテランならではの、声かけなんじゃないかなというふうに思いました。で、宮城投手には、まあ、それだけじゃなくてね、ものすごくやっぱ感謝をしているということで、まずね、宮城投手がこれまでの活躍成功してくれなければ、自分たちはここまで来れなかったっていうのは、まあ、言っていいですね。で、さっきも言いましたけども、まあ、吉野部が打たれて違うプレッシャーの中で2戦目好投してくれて、で、自分がね、やっぱヒット打ってタイムリー打ってっていうところで、活躍もすることができて、一緒にお立ち台にも上がることができたと。まあ、そこには本当にあの日本シリーズでね、お立ち台に上がるなんて、夢のまた夢だと思っていたそうで、宮城投手がやっぱ試合を作っていないと自分が打ったとて上がることはできなかったので、そのあたり含めても宮城投手にはむちゃくちゃ感謝を、しているというふうに言ってました。まあ実際にもですね、1戦目吉野部がこう打たれてしまって、2戦目どうなのかっていうところでね、宮城投手試合作りましたけど、その中で、やっぱ打ててないとオリックスまたちょっとこうね、貧だというか得点不足みたいなところを言われてですね、日本シリーズ危ういんじゃないかっていう中で、西野さんがね、先制タイムリー打って、まあ一緒にみんなでね、こう配信をして応援をしてましたけれども、やっぱあれでね、オリックスいけるというふうに今なりましたから、やっぱり宮城投手が試合を作っている、かつ西野さんが先制タイムで、これ両方ないと、そういったこう、勢いというかですね、ものも生まれなかったと思うので、もう本当にね、西野さんの活躍っていうのはあの時素晴らしかったですし、それのやっぱ根底には宮城投手の好投があるというところで、西野さんも宮城にはむちゃくちゃこう感謝をしているというふうには言ってました。実際にもね、初めて日本シリーズで交代試合に上がれたっていうところで、まあそういった思いもあってですね、そんな宮城投手が一回打たれたからっていうだけでね、そんなにこうしょぼんってする必要はないと、俺としてはむちゃくちゃ感謝してるんだからっていうところで、そういう声かけがあったんだろうなというふうに思ったんですが、現在33歳ということで、まあかなり毎日必死だそうですよね。結果出ないと若い選手がいっぱいいるんで、どん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 次の選手にチャンスが回っていくということで、もし自分がチャンスをもらえた、場合には、どんな場面でも結果を出したいというふうに言ってました。まあ去年はね、1試合ながらスタメンで4番を張ったりとかしてましたし、
し、今年もね、2番主にですけども、サードだったりとかセカンドだったりとかで、機会がありますよ。まあ一方で他の選手もね、太田選手とか義母選手とかもやっぱ台頭してきているので、非常にやっぱりチーム内での競争っていうのは、激しいんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ来年で34歳ということで、足立とか T さんのまあ一つ二つ年齢が下っていうような感じにはなってるんですけれどもね、今となってはもうスタメンに外れた時も何にも思わなくなったそうですね。というのもシーズンから、そういう起用法があるので、その代わりベンチにいる時も抜かりなく準備をしていると、いつ声をかけられてもいいように、準備をして、日本シリーズベンチ外の時にはね、フェンスにもうかじりつきながらですね、少しでも球場の雰囲気を味わいたいということで、もうイメージをしながら、試合を見たりしているそうです。まあ、そんな準備があってね、2戦目のタイムリーっていうようなことだと思いますので、まあそのあたり準備も本当抜かりないのは小田裕也選手とかと変わらないですよね。やっぱさすがあのあたりは素晴らしいなというふうに思います。で、西野さんね、ここ3年間3連覇している間の出場数とスタメンの数なんですけどね、ご覧の通りということで、まあ数字見るとですね、1割5分切ってしまったりとか、1割台が多い、シーズンなんですよ。出場も40試合ということで、まあ3分の1ぐらいですよね。それぐらいの数にはなってしまってるんですが、まあ、大体はスタメンで出てるということでございまして、ここ2年間はね、30試合ぐらいにスタメンで張ってるということです。去年は4番も打ったりってさっきも言いましたけども、まあ、クリーンアップ打ったりする時もありますから、そういった面で言うと、やっぱ好調の時ね、調子がいい時は本当手がつけられないっていうのは、小田裕也さんと西野さん、2014年組、開始名ですけども、ここ2人はね、本当に重なる部分がありますし、なんか試合への準備の仕方みたいなところも、すごく似てる部分があると思うので、まあ、ある種内野のスペシャリストとしても言っていいんじゃないでしょうか。で、ここ最近はね、あんまりこう、怪我っていうのがなくて、それよりも好不調の波が激しいっていうところが、割と影響してるのかなっていうところで、若い時はね、僕もちょっとあんまりわからなかったんですけど、当時はオリックスそんなに応援をしてなかったですし、野球自体もそもそも見てなかったので、ルーキーイヤーの時とかね、若手の頃背番号も30番台だったんですよね、最初はね。で、活躍があって背番号5に若いうちにね変わってっていうところで、すごくこうレギュラーとして期待をされてたそうなんですけど、いかんせんやっぱり、怪我がしがちっていうところがあっての、これまでの立ち位置だったそうなんですけど、まあここ最近はね、そんなに怪我っていうのもないですから、そこの部分に関してはわかんないです。怪我になるほどもしかしたら試合に出れていないっていう可能性もあるんですけど、まあ、それでもね、好調の時にはやっぱスタメンに使われて、なんとかねそのブーストをオリックスとしては最大限生かして一勝でも多く勝ち取るっていうようなシーズンをここ3年間やってきているので、まあ来年からは34歳ですか、果たして、オリックス若手の中でもやっぱセカンドがねかなり穴ですし、助っ人もどうなるのかわからないというところになってますから、来年も西野さんの力っていうのは必要だとは思うんですけども、30代後半に今なりかかっているということなんでね、そのあたり含めてもやっぱりチーム内での、存在感っていうのがものすごくやっぱ大きくなってくるんじゃないかなというふうに思います。まあ、なのでね、改めて宮城投手への、まあ、気遣い優しさっていうところをねちょっと記事で拝見しましたけども、あそこの宮城投手の涙には西野さんのこういった言動が関わっていたんだなと改めて知ることができましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、なのでね、西野選手についての今回テーマだったわけですけれども、改めて何か思う言葉ありますかね、ぜひねコメント欄通じて教えてもらえたらなというふうに思ってます。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録やグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでこのチャンネルを応援してもらえると本当に嬉しいんでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。